今心の中で君の声が聞こえるかい。いつもその言葉に耳を塞いでないかい。期待に応えることを気にしすぎて本当の気持ちに嘘をついてないかい。自分にできることはこんなものと限界作ってないかい。失うことがあってもいい、掴みに行くのだから、後ろ指さされてもいい、心の道しるべが指す方へ歩いて行こう。君の人生じゃないか、一度きりの命じゃないか。心の奥で声が聞こえたら我慢しないでいい、進めばいい。僕の命が終わる時、温かいベッドじゃなくて雨に打たれ冷たい道端でも最高だったって言って死ねるよ。成功をつかむことが大事。
愛を